r t l 8 2 0 1 e s a n e p h y チップ p h y とは OSI 階層モデルにおける最下層の物理層の略であり物理層の機能を実装するために必要な回路のことを指す PHY はデータリンク層デバイスを光ファイバーや導線などの物理媒体に接続する PHY デバイスは通常物理不合化服装と 物理媒体依存複層の両方の機能を含む。マイケレルケース 8721CL-3.3V 単一電源10、100ベース TX、FX ミー物理層、トランシーバイーサネット PHY は、OSI 階層モデルの物理層で動作するコンポーネントである。これは、1000ベース T、100ベース TX、10ベース T の規格のイーサネット物理層部分を実装している。 より具体的には、イーサネット PHY は、イーサネットフレームのハードウェア層受信機能を実装するチップであり、イーサネットの伝送路変調とデータリンク層のパケットシグナリングの間のインターフェースを提供する。MAC アドレスの処理は、データリンク層の受け持ちであるため、通常、PHY では処理しない。同様に、ウェーフオンラン機能や、ブートロム機能は、 ネットワークカードに実装されているが、PHY と MAC で、機能的に一つのチップに統合することも、別々のチップに分けることもできる。例としては、マイクロセミのシンプリフィーやシンプリフィー v s c 八十二 XX、八84、XX、八十五 XX、八十六 XX ファミリー、マーベルアラスカの八十八 e 1 3 1 0 88、 E1310S, 88E1318, 88E1318S, Gigabit Ethernet Transceiver, Intel, X の製品などがある。データセンターファンダメンタルズ、books.google.com。2015年11月18日閲覧。マイクロウィカントローラー、w h at is the difference between PHY and MAC チップ エレクトリカルエンジニアリングスタックエクスチェンジ e l e c t r o n i c .stackexchange.com2015 s 年11月18日閲覧 Intel PHY コントローラーズブロシュアー hatosuosl.orgx189010 ベース T100 ベース TX インテグレーテッドファイシバーダタシットありがとうございます